たっす、はい。まあ、昨日はあの 4-0 で、まあ、相手が結構特徴的だったんですけど、今日もまあ割と相手 4-0 でうまいし、でディフェンスのところも結構来るところは来てくれると思うので、まあ、相手の特徴を見ながらしっかり回しながらうまくやるっていうのを意識してください。あと、まあ、うちの方が人数多いんで遠慮せず守備のところはガツガツ前から行って勝つようにやっていきましょう。以上です。高瀬さん、はい、じゃあそしたらね、今日2日続けての練習試合なんだけど、まあ、やっとね、メンバーが揃ったんで、しっかりね、すり合わせしながらやっていきましょう。今日と昨日と特徴が違う相手との練習試合だから、こちらが練習した 4-0 に対する復習だったりね、それに適してるから、まあ、しっかりね、そのことを考えながらやっていきましょう。で、昨日の相手は、ゾーンで、あんまりジャンプしてこないチームだったんだけど、今日に関してはね、マンツーがゾーンか分かんないし、ジャンプしてくるか来ないか分かんないけど、しっかり相手を見ながらプレーするようにしてやっていきましょう。まず前半後半でしっかりね、勝つことも意識しながら内容もこだわりながらやっていきましょう、はい。じゃあそしたらウォーミングアップしましょう。
の場合は真島に当たった時はやっぱ非常にその後逆サイドがとても空いてるというかいうシーンが2回か3回ぐらい多分自分たちやっても思うけど、まあ、そこら辺狙えるっていうのは分かったから当てた後逆からしっかり振ってっていう、まあ、しっかり見てて出してくれてるから何回もそこ何回も繰り返せばまだチャンス広げるかなと、まあ、4-0 はまあちょっとここ我慢するところだけもう一回難しいところもあるけど、まあ、意識して気持ちを我慢して3-0のところ高い位置で打ち出していくのがいいかなと、まあ、押し込んだら大きな大事とか、まあ、あとは個人技能角取られた時 の, あの逆サイドの絞り間のルーズボールが結構厚いとあとさっき話したピゴアテのところの連携がしっかり守備できてれば多分大丈夫だと思います。そうだね、最近攻撃について取り組んできたけど、まあ、思ったのがもっとやるべきことをやってほしくてね、やるべきことね、べきところっていうのは例えばね止まるべきなのに上がっちゃう、ね、抜けるべきなのに止まっちゃう、ね、幅取るべきなのに寄っちゃうとかね、それあのパス出すべきところなのにドリブルしちゃうとか、ね、いろいろそういうそのべきところなのにべきことをしないシチュエーションが多々あるわけよ。だからそのべきところをちゃんとやればもっといい攻撃ができるはずなのね。だからそこのべきところをねもっと意識してやってほしくて、そういうふうな一つ一つの判断をねもっと一人一人がちゃんとやればもっといい攻撃ができるはずだから、ちょっとそこを意識してやってほしいです。だからそのべきところをやってなかったらもっと周りもね指摘してほしくてね、だからベンチから見てればそういうところがね、リオちゃんいっぱいあるでしょ、べきなのにべきしてないなっていうのが、だそういうのもリオちゃんにみんなに言ってもらうから、ね、そういうのをしっかり一つ一つ、ね、見つめながらやってみましょう、まあ、スコア的にも 3-1 でね、まあ、よくできてると思うんで、引き続き後半もねしっかりやっていきましょう。ただやるだけじゃダメだからね、やっぱべきところをねちゃんと見つめてべきところをべきできるようになんなきゃいけないからね。OK、勝くん。徐々に良くなってると思うんで、まあ、続けてもらえればいいかなと思います。で相手、まあ、キーパー使ってきてるところがちょっと特殊だと思うんで、そこはうまく今のところは対応できてるんで、そこはしっかりです。あとはそうですね、トランジションも非常に戻り早いんで、うちも悪くないかなと思います。全体的にあとはしっかり声出して最後まで出す、出す1本勝ち切ろう。12分なんでしっかり勝ち切るって意識してください。あとね、時間まで、最後短いな時間まで、多分ワンチャンクルクルもあるからね、やるかもしれないから、はい、それぐらいかな。わー、最後コーヒー通したのか、腰回んのか、なんかある人、よし、じゃあみんなちょっといいかな、はい、はい、最後、そうだね、じゃあ一本目のハーフタイムにべきところをべきしましょうと言ったけど、そのね、べきすることを考える上で、じゃあ3-1とね、4-0で、じゃあ指導についてね少し整理しておく必要があるかなと思って、ね、3-1だったら指導ピボじゃん、
ね、希望の役割が、ね、点取る起点になるスペース空けるでしょ。だからその役割をやってる中で後ろ3枚がどうするかっていうのをアジャストするわけじゃない、うん、アジャストってわかる、調整。おなんでカタカナ使ったのと思ったでしょ、うん、よく聞きますね。そういう先輩がいたら、あのなんすか先輩、アジャストわかりませんよって聞いた。長かったな。始まる。じゃあね、4-0 の場合はね、中2枚が指導じゃん。だからそれに応じて周りが合わせなきゃいけないのね。だからまずはその中2枚のクオリティで変わってくるわけだから、ね、3-1 の場合は希望のクオリティで変わってくるわけじゃん。だからその中2枚の動き方をもっとね、そのべきところでべきするような感じでね、だからファーストディフェンダーがついてくるのか残るのか、まずゾーンなのかマンツーなのか見なきゃいけないし、で2列目がその絞ってんのか絞ってないのか見なきゃいけないし、でそれによってそのライン感取るか裏取るか3ライン作るかが変わってくるわけでしょ。だからそのよく見ながらね、動いてほしくてね、だからそうすればべきところにちゃんとべきできるはずだから、そこをねコミットしながらやっていきましょう。はい、コミットって言っちゃった、行こう、ごめんね、カタカナ多くてごめんね、カタカナ多くて。じゃあ行くぞ、よちゃん、はい、よっしゃ、行こう。お疲れ様です。お疲れ様でした、まあ、今年外から見てたんですけど、まあ、徐々にやっぱり良くなって、しますとかで言うといろいろね、あの言いたいことは言えるんで、すごい楽しかったです。やっぱ一番やっぱ 4-0 のところはね、いろいろ前向けるところあるなとか、もし高い位置でもらえたのになとか、そこを縦運べばいいのになとか、いろいろあるんですけど、まあ、そこはビデオ見てもいいし、本人も自分で分かってるところあると思うので、全然守備とかは、ね、頑張ってたんでよかったと思います。はい、一緒にも頑張りましょう。以上です。なんか、進言がある人は、我こそ何か言いたいことがある人、言いたいことがある人、こんなチームじゃ言いたいことも言えない、知ってるこのそのフレーズ、こんな世の中じゃ言いたいことも言えない。ポイズンさん、あ、ポイズン知ってる知ってる、鬼塚知ってる、おー、こんなチームじゃ言いたいことも言えないの。ちょっとよくわかんないけど。あ、平井どうだった、フルスやってみて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 、結構やれるとこはやれたかなと思うのと、まあ、できないところはまだまだかなと思うんで、相手のいいところに住んでもっとレベルアップしていきたいって思いました。何も言ってないのと一緒やん、それ。何も言ってないのと一緒やん、それ。ちょっとあんま言えないんで。いや、言いたいこと言っていいよ、言いたいこと言っていいよ。よかったっすね、よかったね、とりあえず。あ、そうか、次も頑張って関東行きましょう。そうですね、じゃあ他何もないかな、はい、じゃあそしたらね、じゃあ今日はまあ内容と結果ともに良かったかなと思います。で練習したこともね、ちゃんとできてるし、でべきところもね、まあ、みんながべきしようっていう意識になってちゃんとやってくれてるんでね、まあ、すごく高まるような活動がこの土日できたと思います。でべきところをべきするためにもやっぱ整理することが必要だからね、だから指導が誰なのか、でそれに応じてみんながどうするのか、そういうところをね、しっかりみんな整理した上でやってほしくて、だからこの先週の土日で 4-0 の方でね、ファーストディフェンダーがどうであるか、セカンドディフェンダーがどうであるかで、じゃあそれに応じてどうするかっていうのを練習したわけよ。だからそこを整理できればもっといい回避とかね、崩しができるわけだから、そこをちゃんとね、こうもし曖昧だったらね、ボード使ってどんなことやったっけって振り返るのもいいと思うし、そういうことやればね、もっと良くなると思うんで、おのおののね、その意識高めて振り返りなんかもお願いします。じゃあそしたら、まあ、写真撮ってやりましょう。はい、はい、よし。